どうも、新宿青森金清です。石田です。新宿青森の中年の主張でございます、ね、あのさ、はい、やっぱ芸人ってさ、いつまでも若々しくいた方がいいと思うんだけど、はい、金清さんその点についてはどう思います？やっぱ若くいた方がいいな。若くいた方がいいじゃないですか。若くいた方がいいし、基本やっぱ若くないですか、芸人さんって。なるほどね、うん、で俺特に金清さんはなんか明るくてバカみたいなことをさ、ゲイでやってるじゃないですか。いや、そんなあえてやってるみたいな言い方やめてよ。本当はそんなんじゃないのにあえてやってるみたいな言い方はやめて、吐ける時に顔が一瞬クッと。そんなことない、別に普通にニコニコして外面に帰るよ。その伊沢さんの方がさ、先に外面に帰ってくるのか見てないでしょ。俺の吐ける時の顔絶対見てないよ。見てないでしょ。想像でね。なんで想像で言うの。俺ニコニコして外帰ってってるって。ちょっと背中で感じてたらそういう顔してんのかなって思う。してないしてない、すんげえニコニコしてる。なんか殺気を感じるから。いや、殺気なんかじゃないです。クッてもう眉間にしゃ寄せてもう仕事終わったみたいな。いや、そんなことない。どうもありがとうございましたーってニコニコしてそのまんま。そうですか。うん、袖にそのまんま。なるほどね、うん、なんそんなはないですけど。で、明るくてさ、ちょっとまあ楽しそうなキャラやってるじゃん。うん、俺余計なんかやっぱ若くいた方がいいなと思う。ああ、まあね、そう、わかります。なんだけどさ、ちょっとね、このコロナ禍になってさ、まああんまりこう接近してネタをやることなくなったじゃない。まあね、あ、今ソーシャルでやってるね。ソーシャルね、漫才協会は特にね、うん、でもさ、なんかこう資料としてネタの VTR 撮りますってなった時にさ、まあ普段通りまあくっついて漫才やったじゃん、漫才ね、漫才やるじゃない、うん、その時にさ、金清さんのさ、右もみあげがさ白髪だらけでさ、俺さ、ほんと頭を叩くツッコミすごいためらったんだよ。で、めちゃくちゃ力が弱くなったの。こんなおじいさん俺叩けねえな。おじいさんっていうほど白髪ないけど、びっくりじゃん俺。もう、うわ、白髪もう半分以上白髪じゃん。いや、そんなことないよ。どういうそこまでしようか。いやいや、もみあげも半面積としてはもう半分以上白髪、まあ、本当のもみあげね、ちょこっとね、うん、ちょこっとの部分ね。で、俺本当にそのおじいさんをなんか本当に叩いて嫌な気持ちになってんのよ。いや、わかるわかる、うん、で、それを染めてほしいっていうのもなんか俺ちょっと違うなと思うんだけど、うん、どうしたらいいのかな、これ。いや、だから、いや、でもね、白髪で出したのこの3年ぐらい出だしてんのよ、ちょこちょこ。あ、うん、で、出だして、それがちょっとずつやっぱりこの1年ちょっと増えたかなっていう感じがする。あ、うん、いやー、だからやっぱり悲しいですよ。いや、なんかさ、後頭部とか別にさ、うん、白髪別に目立たないから、うん、気なんねんだけどさ。でも大概ほら、もみあげから出るでしょ、白髪って。そんなことないよ。あ、そう、うん、結構もみあげから出る人多いと思うんだけど。クリスさん、俺、いや、だからうわ、おじいさんだ。おじいさんまではいかないけど、松戸陽一だよと思って。これ叩けねえわ。ああ、確かに白髪の生え方はそっち寄りですね、うん、あ、まあ、髪の質というかね。そう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 。あ、いや、これはね、私もね、やっぱり鏡見るじゃないですか。金髪にしたらいいんじゃない。みんなやるじゃん、小堺さんパターン、ね、小堺さん、いや、もう金髪か。いや、まあする必要もないけど、うん、なんか、まあ、白髪染めするのか、まあ、それかもう本当に頭を叩くっていうツッコミをもうこの機会にやめるか、うん、まあ、叩く必要なんかないけどね、頭を。まあね、本来は。まあ、でも、まあ、ギャグやった後ね、例えばあるないぶりっ子の後どっちだよっていうツッコミの時大概行くでしょ、頭。そんなバシバシ何でもかんでも突っ込んでるわけじゃないじゃん、頭。でもこれさ、本当に60超えたりしてさ、例えば今の形をやってたとしたら、さすがにね。いや、俺は面白いと思うけどね。面白いかな。やっぱおじいさん同士がバッチンバッチン言ってたら俺やっぱ面白いと思うよ。おじいさん同士って言ってたって、おじいちゃんがね、一方的にやってるわけじゃん。でもさ、そっちはさ、へーっつってバカみたいなこと言ってるじゃん、うん、やっぱ60過ぎてもあんなバカみたいなさ、やってたら本当、本当しょうもねえなっていうキャラクターやってたらさ、うん、やっぱ笑うと思うよ俺。まあ伊沢さん前から言ってますよね、うん、50
50過ぎてからだっていう。って思ったけど、俺このコロナ禍で、今じゃねえかなと思ってね。今今来てんじゃねえかなって、逆にこの明るい底抜けの、底抜けのバカをやっぱ俺求められてるような気がするんだよ、世間は。なるほどね、うんうん、でももう錦鯉さん出たからちょっと厳しいと思うけどまあ別に錦鯉さんは錦鯉さんでいいでしょ別にもううちらはうちらでいいんだからさ。そんなん言ったらよく言われたよ、昔エレジョンさんでなんかエレジョンさんとどうこうとかさ、それこそまあお嬢ズボンは特に違うとは思うけど、そうやって言われたりさ、インディアンスでなんかインディアンスと似てると思う、別にこっちは意識も何もしてないし、でも僕からしたら全く別物っていう感覚だしね、一緒とは思ってないから、でもそのやっぱ底抜けに明るいバカ的なことではまあ似たような方向は歩いてるわけじゃん。まあね、うん、で錦鯉さんは本当にもうバカに振り切ってる、うん、でも金清さんはバカ寄りに真面目な人生を歩んでるって感じ、うん、俳優の方面を。いや俳優の方面ではないですけど、ないですか、うん、まあ方向性は似てるじゃん。ああまあね、そうかね、うん、でやっぱりそう底抜け、まあもう本当に年取っていったらもっと面白くなってくると思うし、うん、まあでも確かにまあこの白髪あるない関係なく、うん、悲壮感漂ったらちょっときついよね。そうなんだよ、うん、でその白髪が悲壮感に見える、苦労に見えたら、あまあそう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 、きついじゃない、うん、こんなバカなことやってんのに、うん、明るく楽しくやってますなのに、うん、白髪びっちりでびっちり、まあまあ今よりすごくなったらっていうことでしょ。そう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 、まあ確かにね、ああ苦労してんだな、うん、だからって思われたらちょっとあれだから、まあ、今特にほらこうもう何週間か切ってないから、うん、余計にほら伸びてるからね、うんうん、それかもうこめかみえぐるかねいや別にさ切りゃいいじゃん、なんでえぐんないんだろう、わけわかんないでしょ、横向いたらボコって穴開いてんでしょいやちょっと白髪入ってきたんでえぐりましたバカだねいやバカだねってなんないと大丈夫ってなるでしょまあ確かにな、あいや分かる、いや確かに、うわ白髪出てきたかとかね、あとほらちょっとやっぱり笑った時にシワができる数が増えたというか、あちこちに 目の下とかね、まあそれはいいと思うんだよな、まあいいかな、うん、であとなんか変なシミみたいなのできてんな、いっぱい切ったね、イボみたいなやつ、いやまぶそんなまぶたになんかずっとイボみたいな、まあ、そう、まあ、最近まぶたにイボできてこれ切れる、いやこれまだ病院行かないとやらないけどさそうそうそう、いや確かにね、いやこれも絶対シミとかも出てくるしな、シミはあるかもね、白いから余計目立つんだよね、私焼けば、いやいやいや、こんがりガングロンなんだ、違うでしょどう考えても黒びっかりして、プロレスラーとか天竜さんってね、もともとほんと金京みたいな白持ち肌だったけど、やっぱ焼いたら、うん、やっぱ余計強さが際立ってきた。ああまあね、もともと強かったけど、うん、精悍な感じが出るんじゃない。まあ確かにちょっとね、黒い方がね、うん、一回もう20代前半の時にガングロになったことありますけどね。ああ それじゃない、シミが出そうな、それなのかな、いやでもあれよ、日焼けサロン行って、日焼けサロンね、うん、いや確かにそうなんだよな、だから若々しくはその別に20代みたいに見えるようにっていうことじゃなくてね、まあ40代50代、ああだからそれなりに若々しいっていうね、いや確かにね、いや本当にもううつむいて、ずっとうつむいてたら、もう僕みたいな人がうつむいてたら最悪だなっていう、いや思いますよ、ああ、うん、悲壮感出て逆に面白いみたいな人もいるけど、ああ、うん、ああ私の場合は多分違うんだろうな、そうよ、うん、もうだって世間はそう、世間っていうかまあまあ見え方がそういう感じじゃないから、うん、本当にもう明るくて楽しい、まあ、そっちに方向をぐいっとまっすぐ見て進み出したからね、十何年前にね、うんうん、だから余計にだよね、うん、これを急にね、うんうん、確かにそれは分かります、うん、はい、それかもうがっつり多分どっちかなんで、中途半端だから、うん、がっつりもうだから全部白ロマンスグレー、だから吉川晃司的なやつだね、ああ、うん、それもさどうなんだろうな、ロマンスグレーだけど、うん、そこはちゃんとその清潔感あるような感じにしとけば、うん、まだ見えないと思うけど、まだら白髪が一番もう最悪、まあ、確かにね、
本当に今一番最悪。いやいや、まあ、その何回もやらなくていいから分かってるから最悪とは思ってないけど、まだらしらが本当に、うん、でもそういうこと自粛の時に髪の毛だいぶ伸ばしてね、もう1年近く前金髪にしたけど、やっぱりなんかなんかね、一応一回やってみたら、もうこんなもう一生できないと思ったから。そうだね、髪剃った時に髪の毛ないしね。そう、いや、まあ伸ばしたらあったんだけど、実は実はあった、埋蔵器みたいな感じ埋蔵器みたいに実はあった。でもやっぱりなんか金髪っていう感じだったね。なるほど。だからまあなんかブルーにしたり緑にしたりしてみたけど、ね、ああ、いろいろね、たけどね、楽しんじゃって、ひげ思いっきり生やしたりしたけど、あー、いいね、やっぱりこのまん丸の感じが、まあ卵じゃないけど、うん、やっぱりこれが一番だなとは改めて思ったね。そりゃそうだ。だからやっぱりだからもみあげだけちょっと短めに剃るとかね。ああ、まあそれでもいいよ。今3ミリでやってて、もみあげだけちょっと2ミリにするとかね。でもいいしね、うん。極力だから見えないようにした方がいいってことだよね、うん。まあそういうのが私の主張です。ありがとうございます。いや、結構そんな心配してくれてんだね。いや、なんか本当になんかジジイぶん殴ってるみたいな気分だよ。伊沢さん白髪大丈夫なの？だから俺見つけたら抜いてるよ。あ、抜いてるんだ。なるほどね、うん、俺鼻なんかすごいよ。あ、鼻毛は私もしょっちゅうびっちりよ、白くて。あれ抜くと白髪になるでしょ。知らない。いや、多分私も結構伊沢さんよくさ、鼻毛抜いてたでしょ。抜いてた。もう普通に、あ、もう結構時間、結構時間、あ、もう笑おうとしたんだけどさ。あ、ごめんごめんいやいや、結構さ私の主張はこれですっつってごめんごめん話しすぎちゃって。伊沢さんよく鼻毛抜いてたじゃん、ネタ合わせの時。結構抜いててさ、ネタ帳にそれ並べてる時とかあったんだけどさ、めっちゃ長いの取れるから。そうそう、あれ見ててさ、鼻毛ってそんな抜くもんなのと思ったけど、もう私この何年か抜くわ。抜くでしょ。もう切るっていう感覚だったんだけど、普通に今日の朝も抜いた。おお、うん、頑張っていきましょう。はいありがとうございました。ありがとうございました。